ヒュンダイツーソンヒュンダイナイン 35FCEV ヒュンダイナイン 35FCEV ナイン 35FCEV もしくはツーソン FCEV とは韓国現代自動車のクロスオーバー SUV ツーソンナイン35をもとに開発された水素自動車である2021年現在のところ初代および二代目をベースとしたものが存在するが ネッソの登場により3代目以降は登場していない。ヒュンダイ・トゥーソン FCEV2005 年にロサンゼルスオートショーで発表された初代ツーソンをベースとした FCEV 開発車両である。モーターはイノバシステムズの 80kW タイプ。燃料電池はアトクパワー。バッテリーはヒュンダイと LG 化学が共同開発した 152V タイプ。 152リットルの水素タンクはジンテックインダストリーズリミテッドのものが使われていた。航続距離は3 0 0トルで最高速度は時速1 5 0トル。2008年の水素ロードツアーの一環として6 9 0 0トルを走破した。2013年4月15日にオランダ国内で水素自動車として最初に発売される935の量産型が 発表された。この完全電気自動車は燃料電池を動力とする。内燃機関を装備する通常の自動車とは異なり、二酸化炭素や窒素酸化物のような汚染物質を排出しない。排出するのは水蒸気のみである。2014年8月末に現代の工場は最初の 935FCEV をオランダに向けて出荷した。 935FCEV は、航続距離が、ネドックサイクルで 594km で、実際にはやや少ない可能性がある。アルブランサードの a 1 5に7 0 0気圧の水素を充填するための公共の水素充填ステーションが開設された。アムステルダム、アーヘン、エンドホーブンとアウデトンゲに水素ステーションを設置予定である。現代 935FCEV は、 新しいグリル、バンパー、ライト、喧嘩装置、内装、7インチディスプレイのカーナビで区別される。さらに電動機の出力は 100kW でありながら、従来の内燃機関とほぼ同じ大きさである。電動機と燃料電池は、両方 100kW である。さらに車両は充電池を備え、加速時に燃料電池の発電ではまかないきれない場合に 24kW を供給する。 充電池の容量は 0.95kWh である。0から 100km の加速の所要時間は12.5秒で、最高速度は時速 160km である。回転力は300ナノメートルである。手頃な出力であるにもかかわらず、車両の重量により加速は俊敏ではない。ありがとうございます。